持ってお肩の高さより少し下げておきましょう。肩の力を胸で大きく息を吸ってから吐く息で右手を右の方に向けてぐーっと引っ張り、そのまま足の上を置けるところに置いていきます。どこでも良いです。胸が前に倒れるようでしたら手をつく位置少し変えましょう。ももの上でも良いです。膝以外でしたらどこでも良いです。ローバックに置ける方はマットに置いてもいいです。さあ、顔の向きは自然とついてきたところでいいですよ。首周りが一番力みがない角度が良いですね。腕が開いていると自然と上向きになります。もしくは下向きでも良いです。その方が呼吸しやすい場合で下向きでも良いです。途中で変えても良いです。では胸で大きく息を吸い、吐く息で右の膝を曲げて、そして両手をマットに下ろしていきましょう。手がついたらもう一度胸で大きく息を吸ってから、吐く息で腰を後ろに引いて前膝は伸ばせるところまで伸ばしていきましょう。頭を落としすぎると腰が丸くなって、腰に負担がかかるので、足の指先あたりに視線が来るようなイメージ、自然な呼吸を繰り返しましょう。少し腰の向きが変わっても良いです。前膝少し曲げておいても良いです。今伸びているところに意識を向けてみましょう。では鼻からゆっくりと息を吸い、吐く息で後ろの足のかかとを持ち上げて、両足のつま先同じ方向に向けて、そして後ろの膝をマットに下ろしていきましょう。前の足、かかとよりも膝が前に出すぎないようにしておきます。だいたいかかとの上に膝が来るように調節します。大丈夫そうであれば手の指先ついたまま胸を起こしていきましょう。胸を開いていきます。鼻から息を吸い、吐く息でゆっくり慎重に上体を起こしていきましょう。起き上がってきて安定してから胸で大きく息を吸い、吐く息で両手を万歳に持ち上げていきます。肩楽に、肩は持ち上がらないように肩は下げて、少し余裕があればお尻をおへその方向に下からすくい上げる自然な呼吸を繰り返しましょう。股関節周りにアプローチできるポーズですね。三日月のポーズともいいです。鼻から息を吸い、吐く息で両手をマットに下ろし、手がマットについたら足そのままでおへそ、顔を正面の鏡の方に向けていきましょう。左足を横に伸ばした状態、もし股関節通り違和感があれば足のかかとを持ち上げておいた形で場合はかかとを上げていきましょう。さらに行ける場合は胸の前で足を作っていきましょう。背中も悪くならないように背筋スーッとね、頭頂を引っ張られていきます。もし安定しないようでしたら両手も